おはようございます。釣り子 TV です。本日の釣り子 TV はこちら、ベトベトの風ね。このルアーでね、ちょっといい釣りができたので動画にまとめてみました。これね、正月のあの初売りでね、買うことができて人気でね、なかなかね、あの普通に置いてないんで、あのお正月とかのね、タイミングでマニアックスだったかな、一つ買うことができたんですけども、なかなかね投げていなくて、でそろそろもうハイシーズンだなと思って持っていったところですね、大活躍してくれました。まずはねこちらをご覧ください。食ったか、食ってないのか、流れに乗ってるのか、このルアーで初ヒット。いや、そんなにでかくないと思う。よっしゃー、いやー、これで仏持ち写真が撮りたい。よっしゃ、よいしょ、おー釣れた。はい、ふう食いましたよ、ね、え、いやーちょっとこういうブリブリ動くのはダメかなと思いきや、ね、静かに水門に流し込んだら食いました。やったね、正月に買って以来どういうタイミングで釣れるかなと思ったんだけど、バチ抜けシーズンのちょい餌を食ってるタイミングで風食ってくれました。ブリブリ動いたらゴン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 、イエーイ。お楽意のシーバスだったのかな、こんなんで食いましたよ、イエイ。はい、というわけでね、シーバスなんですけども、シーバスでこの手のねサイズ感使うことがね最近多くて、でなんだろう、いわゆるビッグベイトって言われるだいたい180サイズではなくて、それよりね、ちょっと小さめのサイズ、まあこのまさに風なサイズね、ここら辺は通年を通じて、効果的に使えるんじゃないかなと思ってね、この季節を楽しみにしていたんですけども、投げてみたらね、実際によく、釣れてくれてっていうのは、もうね潮止まり付近で、その前にね、いくつも魚は釣っていて、でいよいよちょっともう潮もたるーんとなってきてね、全然、ルアー、食ったり追わなくなってきたりしたタイミングで、あ、そういえば風どうだっけなと思って投げたところね、バイトしてくれてね、がぜんちょっとね、お気に入りのルアーになっちゃいました。ああいうピンチの時に釣れてくれるとね、ほんと信頼できる、ルアーになっていきますよね。で実際に投げてみての感想なんですけども、あのね非常にこういう、なんだろう、こんな形ですよ。ちょっと、曲面とね大きな面、フラット面があったり、なんかちょっと独特な形ですよね。で切りもみしてなんかどうなんだろう、飛びとかなんてね、使う前はちょっと気になっていたんですけども、実際投げてみるとこっちの後ろの方にもねウエイトが入っている効果なのか、ほんと飛行姿勢がねすごい綺麗なんですよね。他にねいくつもビッグベイトね投げてみたりしたんですけども、ちょっとやっぱりね切りもみしたりね、投げ方の時のまあなんだろう、そのタイミングが悪かったりすると結構回転してそんで失速してなんていうのがねよくあったんですけども、こちらの風に関してはですね、ほんと飛行姿勢が安定するんですよね。でバヒョーンってね飛んでくれる。ここでちょっとショートしたくないなっていうタイミングとかで、しっかりとねその
食わせのピンのところまでね、入れ込むことができるんで、だいたいそのまあ C バスなんかでやると、その最初の1投目ミスって、で変な距離で魚を追わしちゃったりすると、まあそれでポイントが終わっちゃったりするんですけども、これに関してはまあその信頼の1投がぶち込めるんで、で結果そのまあ狙い通りのね1個奥に入れて、今回の場合はそのなんだろう、アップストリームで、明暗のね奥の方まで入れて、暗いところから流れに乗せて明るいところに差し掛かったところで食ってくれたら嬉しいなっていうね、そういうつもりだから結構ね暗闇の奥の方に入れないといけないんですよ。そんなタイミングでしっかりとこうヒューンって飛んでいってくれて、で、バイトチャンスをねしっかりもらうことができたね。最初だからその流れに魚が乗っちゃって違和感はあるんだけどね、あれこれかかってんのかな、かかってないのかなってね一瞬ねヒヤヒヤしたんですけども、しっかりね魚はかかっていて、でその流れに乗って一気にね下り出していたっていう感じだったんですが、まあまあまあ状況としてはそんな感じで、まあ今はねほんとバチ抜けのシーズンっていう感じなんで、細長くてちょっと小さめのシルエット、あと魚が吐き出したのね結構ねイワシなんかも多くてね、ちょっと小型のルアー優勢っていう状況だったんですよね。そういうタイミングでも、なんだろう、微妙に限界でかいサイズみたいな、本当だったら、8センチからまあ9センチぐらい、10センチ未満の結構上のレンジを頼りなく泳ぐミノーなんかがね本当入れ食いになりやすい、そういうタイミングで、例えばこれが180っていうサイズ感があったら食わなかったんじゃないかなっていうね、そういう絶妙な絶妙大きい、ね、小さすぎない、ね、こういう感じで、食ってきた魚としてはね、その日釣れていた中でも比較的大きめなサイズだったんで、まあ、絶妙にちょっとサイズアップを狙いたいタイミングとかでね、入れ込んでいくと活躍してくれるんじゃないかな、であとはその信頼の一投ができるんではないかななんていう風に感じました。この特性はそのやっぱりブラックバス釣る時なんかもしっかりとポイントにね、入れる、そういうキャストをねしていきたい時に非常に武器になるんじゃないかなと思いました。動きの方はねもう間違いない感じの動きで、ね、なんかこうローリング主体なんだけどこのリップですから、ちょっとアクション入力するともうなんかねグリングリンギランギランねすごい感じでその場テーブルターンみたいにしてくれるんですけども、ただ巻きの時はねもうすごいねこんな感じのリップなんですけど控えめなウォーブンロールのローリング多めっていうねそんな感じのアクションに見えましたよ。まあ何にしてもねいよいよハイシーズンに突入したんで、まあ、シーバスブラックバスね問わずいろいろ狙っていけたらななんていう風に思います。ということで、本日の釣り子 TV はこちら、ベトベトのフーね、これね正月に買ったっきり、まだ投げてなかったので投げたところいいね、シーバスが釣れてやってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。